新道金日氏は、日本の政治家、農林水産官僚、自由民主党所属の参議院議員、総務大臣政務官兼内閣府大臣政務官、全国土地改良政治連盟顧問などを歴任した、秋田県共和町船岡出身、現在は、千葉県在住、農家の家に4人兄弟の次男として生まれる。金日氏の名前は、 長儀も務めた父親が雷が鳴った時に生まれた子供の名前には金の字をつけるという習わしと7月7日の七夕の日に生まれたことから彦の字をつけ金彦としようとしたがどちらの字も強しであることから農家にとって重要な日とくらいの高い人物につける字である子を合わせたという1970年共和町立船岡小学校に入学 野球に没頭する傍ら児童会長を務め、進学した、共和町立共和中学校でも、生徒会長を務めた。秋田経済大学附属高等学校、岩手大学農学部農業土木学科に進学。下宿先の森岡市で、多くのアルバイトを経験した。3年時に、三重県美浜町の東海農政局、美浜開拓建設事業所で実習し、 農林水産省入省を志す。1986年、農水省九州農政局国営事業所入省。農政局での課長などを歴任して2014年に農村振興局中山間地域振興課長に就任。2015年6月に農水省を退職した。7月29日、全国土地改良政治連盟は振動を。 翌2016年の第24回参議院議員通常選挙に自由民主党を比例区から組織内候補として擁立することを決定した。全国土地改良政治連盟が組織内候補を擁立するのは小沢一郎幹事長が予算削減を打ち出した翌2010年に行われた第22回参議院議員通常選挙への擁立を見送って以来9年ぶりのことである。 選挙戦では、東北地方、関東地方、北陸地方を中心に22道系を回り、林泥連昆和会、大日本領友会、日本乳反政治連盟、全国漁業共同組合連合会全国、会長会議、全国林業政治連盟、日本林業経営者林政会、全国木材産業政治連盟等の推薦も受け、初当選を果たした。 選挙後、志卒会に入会した。2019年9月、第4次安倍第2次改造内閣で、総務大臣政務官兼内閣府大臣政務官に就任。他、約120の議員連盟に参加している。ありがとうございます。